比叡は、海上自衛隊の護衛艦。春長田護衛艦の二番艦。艦名は、比叡山にちなみ、旧海軍の混合型、コルベット、比叡、混合型戦艦、比叡に続き、日本の艦艇としては三代目。フラム改装前の、比叡、前方より、比叡は、第三次防衛力整備計画に基づく昭和45年度計画4700トン型。 ヘリコプター搭載護衛艦2402号艦として、石川島張魔重工業東京第2工場で1972年3月8日に寄港され、1973年8月13日に浸水、1974年11月27日に収益し、同日付で第1護衛隊軍令下に新編された第51護衛隊に春名と共に編入。 横須賀に配備された。1978年7月3日から8月17日の相場護衛艦、春名潜水艦、黒潮及び P-2J8 機とともにハワイ派遣訓練に参加。1980年1月25日から米国に派遣され、2月26日から3月18日の間で実施された。 反対平洋合同 a 2州に、護衛艦、天津風及び、P、P-2J8 機と共に、日本から初参加した。4月2日に帰国。1983年3月30日、第51護衛隊が廃止となり、第1護衛隊軍直轄艦となる。1984年3月30日、第4護衛隊軍に直轄艦として編入。 1987年8月31日から1989年3月13日にかけて実施されたフラム回収により対戦捜索能力、股間防空能力、戦闘式、情報処理能力、電子戦能力が向上した。しかしながらフラム回収の費用対効果は効率的でなく同種の大規模回収は春長田二隻に実施されただけであった。 1995年3月2日、第4護衛隊軍司令部の呉れ基地移転に伴い、定携校が呉に転籍。1996年、艦太平洋合同演習に参加。1999年5月11日から8月12日の、相場、護衛艦、妙、孔、甘霧とともに、米国派遣訓練に参加。 2000年9月1日から11日まで、ロシアペトロパブロフスクカムチャツキー沖で実施された、道路捜索、救難共同訓練に護衛艦は、紛りとともに参加。2001年5月16日から8月3日の間、護衛艦、長海サミダレと共に、米国派遣訓練に参加。2002年9月17日、テロ対策特別措置法に基づき、 護衛艦、サミダレと共に、インド洋に派遣。同年12月まで任務に従事し、2003年1月26日に、帰国。2003年10月28日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、アケボノ、補給艦、トキワと共に、インド洋に派遣。2004年1月まで任務に従事し、3月3日に、帰国。 2005年6月6日から10日まで、ロシアのウラジオストクを訪問し、10日には、ウラジオストック沖で、日露捜索救難共同訓練に参加。2006年、艦隊平洋合同演習に参加。2008年3月26日、護衛隊改編により、第4護衛隊軍第4護衛隊に編入。2010年7月23日から7月27日まで、 ロシアのウラジオストク沖で、日露捜索救難共同訓練サレックスに、陣痛と共に参加。2011年3月16日、自衛官機を返納し退役した。最終所属は、第4護衛隊軍第4護衛隊、定傾向は5であった。収益期間は36年3ヶ月で、歴代の海上自衛隊の艦艇の中で最長であり、航行距離は、 地球約44週分、公開時間は約7万9000時間に達する。2005年に公開された映画、男たちの山と、マト』では、マトの機関室のシーンは、比えの機関室を利用して撮影が行われた。また、マトの鉱石が映るシーンも比えの鉱石を、撮影したものを CG 合成している。この他、冷えいのない過程も作中に登場している。 2012年には、海上自衛隊第一十化学校の正門に近い校内に、ヒエの怒りが、サビなどを落として、ペンキを塗った上で設置された。2013年3月に撮影された、Google のストリートビューでは、江田島市沖見町岡大王の株式会社古沢の、解体場で陸揚げされ、解体されたヒエの姿を確認できる。ありがとうございます。